はい、やりましょうか。今日は自動詞か多動詞かの、演習ね。139問あるんですけども、それをやっていきましょうか。この人は100問正解だよね。1問間違うとね、もうそれで終わりになりますから、例えば、もう適当に押して、ね、間違ったじゃない。でもうこれでいけなくなりますから、間違うとね。もう一回やってみて。挑戦するって押せばね。じゃあやろっか。自動詞多動詞ってのは本当に一番最初の方で習うやつでね。文系のとこでね。だから、まあある程度はね、これは自動詞だっていう意識持っとかないとね。どんなのが出るか、ちょっとやってみましょう。この辺のね、正解率もちょっと見といてね。Finally asked her after 5 years of friendship. ああ、そういうことか。ここにセリフが入るのか。Can I get married you? Will you marry me? Will you get married me? May I marry to you? Marry はね、なんとかを、妻にするっていうことだから。だから、なんとかを、だから、他動詞なのよ。ね。だから、ね、こういうふうになんなきゃいけないね。marry you。ね。だこれだよね。can I get married? ね。get married, to か。to だよね。だったら、悪いことはないけども、I got married. 悪いことはないけど、いや、悪いか、やっぱり。やっぱりさ、こんな変な言い方するよりも、もっとこっちの方が強いわけでしょ？ね、単純な方が。まあ、普通の人はこんなこと言わないよね。ね。marry someone。ね。marry の使い方。他動詞 marry。He married a very pretty girl。ね。こういうふうに。誰かが誰かと結婚する。誰かが誰かを妻とする。夫とする。そんな感じよ。ね。He got married to a very pretty girl. ね。こういう言い方もありますと。He is married to a very pretty girl. これは状態ね。ね。もう何十年になるとかね。ね。これ以外の言い方。例えば、marry to とか、marry with とか、get married with とか、is married with は間違いと。ね。マリーの、なんていうの？語法だけやりたい人は、この辺やってみて。これでいいかな？この辺クリックしたら行くと思うんだ。マリーだけね。My sister married a high school なんとか。My cousin got married a man of 30 right after she graduated from university. 大学卒業後すぐに、30の男の人と結婚したと。got married to だってね。その次、なんだっけ。we married for 3 years。もう3年間だ。3年前に結婚したんでね。結婚して3年前、3年になるわけでね。we've been married。ね。その次、my brother, his friend's sister last year、ね。妹、友達の妹、まあお姉さんか知らないけども、と結婚したと。married to、married だよね、これね。married が入るんでね。でも、それがないから、was married with、was married to、これか。まあ、これだけ、やめと、これだけで置いとこうか。Jack and Betty were married the priest. ああ、これか。これはね、正解率低いでしょ。これはちょっとね、意地悪の問題なんだけども、お坊さんっていうか、神父さんでね、によって結婚させられたわけよ。神父さんっていうのは、ね、結婚させるわけでしょ？ロミオとジュリエットとか見てもさ、そうじゃない。ね。結婚の儀式を執り行うわけよ。だから、結婚させるって意味なのよ。
これはだから普通のね、受動態でなんでね、場合ね。いい？ま、ちょっと、ああ、違う、これじゃない。ここか。あれ？ちょっと待ってね。どこだっけ？ちょっとね、さっきのがね、一番やって、ちょっと別のページに行っちゃったから、なくなっちゃった。問題。いいや。Would you marry me？ これだね。あら、次の文の、誤りを訂正して正しい文に書き直しなさいか。Housewives complain high prices。Complain っていうのはさ、これ、あれなのよ。なんだっけ。自動詞なのよ。典型的なね。だから自動詞だから後に名詞は続くことないのね。ね。Complained to me。私にとかね。Complained to me about とかね。of とかも入るんだけど、of か about なんだけど、これどっちだろう。どっちにしたのかな。Housewives complained of ってやっとこうか。もしかしたら設定として about にしてるかもしれないんだ。あ、よかった。別にアバウトでもいいよ。ね。これで、その次、she closely her mother。これは100%だからね。resemble。ね。resemble。ここも他動詞だよね。やっぱり。I shall the subject later on。I shall。I shall think。talk。ね、talk about the subject later on。later on っていうのは後でっていうことね。I shall comment。I shall speak。I shall discuss でね。他動詞だからね。まあ、discuss は本当に多いよね。問題として出るのね。その次。Mark hesitated because he did not know how to。マークはためらったと。なんでかっていうと、知らなかったから、どう答えればいいかっていうことか。work, answer, reply, respond。ね。reply だったら reply to ってなるはずだよね。これだよね。answer。その次、また discuss。ほらね、結局この他動詞か自動詞かっていう問題いっぱい集めると、本当に discuss が来るの多いのよ。let's discuss でね。our problem。ディスカスか。これは同じだよね。What did he say? He asked me。彼は何て言ったのと。これセンターの問題か。him and I accepted。私はアクセプトしたわっていうことは、って言ったってことでね。要するにプロポーズされたわけでしょ。He asked me。ask 人 to か。to でね。ね。だから2か4でね。ここで to marry him か。marry him。ジャックはベティと結婚した。ジャック married Betty。結婚してくれませんか？ Will you marry me？ He always kept the dictionary on the desk so that he could eat at any time。 いつも辞書をデスクに置いといたわけでしょ。これ so that っていうのはこれ何とかするためにっていうことでね、目的だよね。何のために置いといたかっていうと、he could、それをいつも見れるようにっていうのかな？調べられるようにっていうことでね。こういうの、consult っていうのね。refer の場合は refer to だよね。ね。look it っていうのはおかしいよね。look at とかね。look for とかね。look なんとか。consult。I discussed、またほら discussed って言ったでしょ。I discussed with my friends。I discussed the problem。ね、もう直接名詞を取ると。I discussed business。May I discuss this, with my husband？ここに書いてあるから。なんだっけ。自動詞のようで実は他動詞。なんとかについてとかな。これはもう日本語で考えるとね、間違うような問題、やつばっかり出してるわけよ。なんとかと結婚する、marry with じゃないかなってなっちゃうわけよ。ね、approach to ね、ってなんか言っちゃうんだけども、そうじゃなくて、the typhoon is approaching Japan っていうわけ。ね、はい。
その次、これで最後にしようかな。9分か、今。たけし finally decided、また同じか。ね、married だよね、これ。decide は、ね、ing は取らないでしょ。decide to でしょ。で、marry。多いね、marry。まあ、これだけやればできるんじゃないかな。もうちょっとやっとこうかな。The child was told to for being rude to the guest. 子供は言われたと謝るようにっていうことかな。何に対して？ For being rude。失礼だったことに対して。To the guests。お客さんにね。これは謝るってことだから、の後、ほら、for って書いてあるじゃない。これは、ほら、理由を表す for でしょ。いわゆる懲罰動詞って言うんだけども、例えば、praise him for なんとか、ね。あるいは、なんだろう。それは褒めるっていうことだけど、反対の blame him for なんとかとかね。そういうふうに褒めるとか、責めるとか、そういう時、理由を表す for をつけるわけよ。ね、こういうふうに使われるのは、apologize。ね、apologize。だから、こういうのはもう誤報だよね。覚えておくしかないんだよね。They competed each other for the cup. They competed with each other for the cup. For the cup か。これ、compete っていう、競うっていうことだよね。ね。each other は言っとくけど、これ、名詞だからね。ね。名詞なの。これはね。副詞じゃなくてね。だから、名詞だから、ね、これでいいんだよね。they competed with him for, with 人 for なんとかっていうふうに続きますから。これはどうかな。今、これは全部言えないだろうけど、コンってのつくのね、結構自動詞多いよね。まあ、例外はいっぱいあるんだろうけども、コンプレインとかね、コンピートとかね。もうちょっとやる。あ、またほら、ディスカスだ。あ、違うか、今度は。There are a lot of expressions used in English. English people. Used by English people when. 今度は about がついてるからね。ディスカスじゃないってことね。When talking about the weather. これか。あと2つにしとこうかな。At the meeting, they started discussing. これもね。discussing his character 名詞が続くと。これは何？これ最後ね。The plane was London in dense fog. 濃い霧の中、ロンドンに、近づきつつあったということか。Approach は Approach Japan とかいうふうに言うから、Approaching でね。要するに動詞を覚えるときさ、動詞だけ覚えてもしょうがないわけよ。あるいは、この動詞は他動詞だとか覚えてもしょうがないわけよ。そんなふうにね。そうじゃなくて、Approach Japan とかね。The typhoon is approaching Japan。今、今日は10月29日なんですけども、まさにその、もう行ったのかな。ね、こっちはもう、楽だったんだけども、ほとんど被害はなかったんだけども、もう通り過ぎたんだけどもね。まあ、もしかしたらこれから東京とかに行くかもしれないんだけども。いい？他動詞。ね。自動詞か他動詞かってやつでね。まあ、問題いくつも解いてみて、自分でね。はい。じゃあ終わりましょうか。